こんにちは。こんにちは。ボタンを押したれなちゃんも帰ってきた。イエーイ。イエーイ。今日ねすごいよね。今日はハッピーデーですよ。ハッピーデー。大井原発のほら3号機がまだね出力は 100% だって。これ見えるかな。見えるかな。まあ皆さんググってみてください。ググるか。大井原発の3号機が今日から出力を落として止まるよっていう日ですね。イエーイ。あと1機になろうとしています。で、全部止まるのがこっちじゃないや。あと13日。あと13日の9月15日には全部止まるっていうことで着々と進んできましたね。今日皆さんにこれね知ってますか？兵庫県が発表した高浜原発事故を想定したとき、事故がね起こったときに福島第一原発クラスの事故が起こったときに放射能がどんなぐらい飛ぶかっていう予測を、これいろんなバージョンがあるんですけれども、これが最も被害が笹山がこの辺にあるんですけど、ここは真っ赤になってて、これはなんか1週間で167ミリシベルト超えちゃうってことで、実はさすごいの、笹山市はこの予測をもとに要素材を配ることを決定したんだって。すごい、うん、これもね神戸新聞の、サイトに載ってるんですけれども、笹山市要素材備蓄とかでね見てもらったらいいと思うんですけど、笹山市って4万人ぐらいの人口なのね。で結構観光客が結構黒豆とか美味しいからさ、ボタン鍋とかしし鍋とか食べにね観光客も多いんで、笹山市は観光客も含めて5万人分備蓄しとこうっていうのを決めたんだって。すごい。どういうところに置いてあるの？でまだとりあえず役所に置いて、あとその公民館とか地域の公民館に置こうっていうところまでは決めてるんだけど、市民の人ですごく頑張ってる人もいて、やっぱり家に置いとかないとさ、取りに行く時にこう外部被曝も内部被曝もしちゃうじゃん。赤ちゃんに子供に飲ませようと思ってお母さんが被曝して取りに行くとかね、それこそ職員が被曝しながら配るっていうのもちょっとおかしい話なので、なんかその辺をもうちょっとさらに整備していこうという動きもあるってこの記事には書いていますね。うん、95万円だそうだよ事業費。たった5万人分が95万円。それもいろんな自治体が真似した方がいいよね。ねえ、だからすごいいい事例。1人2粒10円そんなもんなんだって。そんなもんで要はこれを使わないように本当はしたいとこなんだけど、絶対にね、でもやるにしてもそんなもんなんだって。でも私も福島のお母さんたちの支援の活動の中で話を聞いてると、ああどうしてあの時要素剤を飲ませなかったんだろうっていうことね。え、一人ずっと悔やむんだよね、10円のことを。10円とかねえ、そうずっと悔やみ続けなければいけないってことを考えたら、5万人で100万円以下でしょ、それはかけるべきだよね。もう払うしっていう感じだよね本当に。そう、あとはねその基準とかどうなったら何粒飲むかとか、あとアレルギーも結構あるらしいよね。あれも結構危ないので、その辺もちゃんと配りゃいい、持っときゃいいってわけじゃないと思うから。でもそれを考えながら原発を持つってことってどんだけリスクがあることなのかってみんなが分かってね、事故が起こる前にそれに気づいて、やっぱしずっと止めておこうってなると一番いいね。一番いいですね。あと滋賀県は、滋賀県で独自に調べたらしいんですけど、大阪の方を私はまだ見たことがなくて、もしどなたか調べているっていうことがあったら教えてほしいなっていうことと、ぜひ大阪もね調べてほしいなと、思ってます。ちなみにさ、これ小ネタだけど、これ赤いバージョンじゃないですか。これ兵庫県も当初は赤いバージョンでこう予測このまんま新聞にも載ってたのね。でも今兵庫県のサイトを見ると青いバージョンになってる。なんかこう色だけの違いなんだけど青いとまあ大丈夫かなってなんかこう危険性をね、あんまり知らしめたくなかったのか、あんまりにも自分でも驚いたのかわかんないけど、なんかね、意図が分かんないね。なんで青いバージョンにしたんですかと、やった人教えてください、意図を。ということで、今日はあと一気になったぞということで、また明日もよろしく。さよなら。